消えてんの？お待たせいたしました。こちらの前菜でございますが、テーブル上の方に小さめのスプーンとフォークがございます。こちらを使っていたしました。アノスのキャベツロールご用意させていただきました。こちらですね、6時間じっくりと煮込んでおりますので、キャベツ大変柔らかく仕上がっております。一番外側にございますスプーンとフォークでお召し上がりくださいませ。そして一緒にですね、塩パンとライ麦パンご用意をしております。はい、テーブル中央にバターとハムパテといいまして、ハムのペーストをご用意をしておりますので、ぜひパンにつけてお召し上がりください。こちらをお下げいたします。お待たせいたしました。スープをご用意させていただきました。こちらですね、スプーンで上のパイ生地下に落としていただいて、おでこのスープと一緒にお召し上がりくださいませ。いける？切ってみようか。美味しいこれ。せめて一口食べてみる。まだいけるな。